ことも忘れちゃう。仕事の電話が恋の始まり、声の感じは大人の女性、素敵なお姉さん、想像してたらなんて愛らしいお嬢さん、可愛いお嬢さん、今度お兄さんと食事にでも行きましょう。おしゃれなワインで今日も可愛い君に乾杯なんてあどけなくて無邪気な笑顔だろう、いつでも眺めていたいね。おー可愛いお嬢さん、君といるだけで毎日が楽しくて、可愛い